ここは静岡県清水市。この造船の町に朝がやってきました。静かな眠りから覚め、いよいよ町は力強く動き始めます。東京と北海道を結ぶ海の道、青いハイウェイを走る日本沿海フェリーの9000トンの豪華カーフェリー知床丸と襟裳丸は、ここ静岡県清水市の金指造船所で産声を上げたのです。船作り一筋に生きるこの人たち、この人たちの汗と力、そして緻密な計算が、海に浮かぶ巨大な鉄のビルディングカーフェリーを作り上げていきます。そのダイナミックな鉄と火花との仕事がこれから始まろうとしています。一枚の大きな鉄板が今いろいろな形に切断されています。ここ金指造船所ではブロック造船法という新しい船の作り方が取り入れられています。背骨を通し、肋骨をつけ、外板を取り付けという船の作り方は古い造船法なのです。機械によって、あるいは人の力によっていろいろな形に切断された鉄の板は次々につなぎ合わされていきます。以前は鉄の鋲でつないでいたのですが、今は溶接技術の進歩で溶接によってつながれます。溶接接合によると鋲の分だけ船は軽くなり、また安全性も高まるのです。鉄のブロックが吊り下げられています。一枚の鉄の板が切断溶接によってこのようなブロックになったのです。